初対面ですもんね、2人。はい、そうですね。あの僕ね、試合見に行った時に、試合終わったらなんか子供となんかずっとイエーイってなんか写真撮ってた姿しか見た。え、子供いるんでしたっけ、村さん。あ、いや、そうです。あ、試合の後のなんかファンたちの。へえ。ポーちゃんが、梅野さんは体重僕と結構変わらないんじゃないかっていうぐらい足が筋肉がすごいって言ってましたけど。全然違いますよ。怖い怖い。今何キロですか？そうですね、あんまりこう普段から太ったりしないので、うん、結構みんな10キロとか減量する選手は普段から結構、はい、そうですね、太ってましたね、はい、普段からライジンの選手とかと練習してるんですよ、ポーちゃんは。すごいですね。週何ぐらいやってるんですか？今日普段はまあほぼ毎日です、ね、だから日曜日とかたまに土曜日はちょっと休みにしてるのか、もう練習する。でも今ちょっとあの8月がずっとポーランドに行ってて、それでなんかまあ3年ぶりに帰ってたんで、そこでさすがにも何もやらなくて、今帰ってきて、でちょっと選手から動き始めた。僕昔はやってましたけど、はい、グループやるから要はガードして、さっき僕ら何をやったんですけど、ガードして距離がもっと僕の距離が遠かったら感じてください。さっき踏み込んで一人距離が遠かったら、これが相手は頭が遠かったら、そう近かったら、ほら相手は近かったら、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13で、つまずくとつまずくと揃うんで、つまずくとつまずくと揃うんで、飛び込んで、飛び込んですね、最初から足を振り返る。ガード3で、そして4で、OK、はい、ナイス、怖っ。うわ、唯一抜いたいだけやったことがあるんです。ああ、そっちは結構違う競技で、ケンカとか、あ、でも危ない危ない危ない、ケンカだから。死ぬでしょ、あんなだったら。うまい。はい、ラスト。はい、オッケー、ケッケー。だから相手の手の向きチェックします。これだったら、これだったら、こう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 だったら、オールバックにした。上がりますね。死ぬでしょ、あんなの。やばいやばいっすよ、あんなのは。飯田さんに余裕で勝っちゃうんじゃない。やっぱやばい。飯田さんに余裕で勝ったんじゃないですか。今入っちゃいましたよ、この音声。大丈夫ですか？うん、飯田さんファンに、炎上するよ、あなた。炎上するよ。そうそう。でも、やばいでしょ。やばいでしょ。だ昨日、やっぱ何回見るのは違うね。うん、どうか。